今日はね、めっちゃ面白いボケてにリアクションしていこうと思います。それではスタート。プリンが一つ余ってる。ヒーハー、ムサインボルトもびっくり。やっぱ人って好きなものを追いかけてる時がめっちゃエネルギーが出るんでしょうね。謝ってるやろがい。もうそれにしか見えない。いやー、これめっちゃ面白いっすね。もう顔が本当にそれにしか見えない。スーパーに車をすると実際にありそう。まあ、たまになんか傘忘れたとかあるじゃないですか。まあ、それの車版みたいな。たまに車で行った時に、いつも徒歩で行ってる場所とかだと徒歩で帰ってきちゃうみたいな習慣で、まあ、実際に本当にありそうですよね。ワーストクラスで予約した結果、ファーストクラスとの差ね。もうワーストクラスこれ飛んでっちゃうでしょ。ただじゃない、ただっていうか、逆にお金くれないとワーストクラスは乗りたくないっすね。ほら、頼んでないのに大盛りできた。このなんともほらねみたいな顔がいいですね。やっぱボケてって、やっぱその顔となんかその雰囲気を表してるとめっちゃ面白いっすよね。まあ、やれやれみたいな顔してますもんね。もうほらねみたいな、言ったっしょみたいな。めっちゃ面白い。サザンがくー、言ってやったぜみたいな顔してますよね。あー、めっちゃ面白い。こういうシンプルなのがいいんですよね。ひろゆきさんがことわざを考えました。どんなの？一回で目薬打てばよくないっすか。あー、なるほどね。2階から目薬のことわざを変えたっていうことですね。2階から目薬打つとかちょっと効率悪いと思うんで、あの1階から打ってもらっていいですか。バカじゃないですか。似てなくてごめんなさい。